あのさ、二軍監督お互いやったろよ、はいはい、あの時に俺も二軍監督やれって星野の親父から言われた時に、うん、あ、これやばいなって俺思ったの、はい、このまま一軍やらされんなって、あ、やだなと本気で嫌だったの、はい、あの時だってヤクルトも一回二軍監督やった人がやる空気になるの、はいはいはい、そうそう、思わなかった自分で。僕は一軍の監督もやりたかったし。そうけ、はい、なんかやっぱ君はすごいな。なんでですか。やりたい、やりたい、やりたいじゃないですか。だってあんなことできるもんじゃないですから。確かに話があればもちろん引き受けたいし、うん、でもまあやるやらない別にしても、なんか二軍の監督僕3年やらせてもらったんですけど、その間に、うん、まあ、準備というか、もしそういう声がかかったら、うん、まあ全然もう物落ちせずにできるようにはしとこうっていう準備はしてました、うん、はい、でもあの俺ね思ってたのは、その作戦、はい、スクイーズやらす時も、はいはい、若いやつにはやらせなくて、はいはい、結局勝ちに行く時の試合になって勝ちに行くのがファームじゃない、はいはい、最初から勝ちに行かないじゃない、はいはいはい、だけど俺マラカっていうのこの二軍監督がすごいなと思ったの、やりづらいなこいつ一軍行ったなと思ったのは、ああ、そうです、まあ、そこそこ例えばベテランになってる連中が当然そこで打たした方が打てる、はいはい、ピッチャーも弱いわけだっていう、うん、だけどお前はあそこでスクイーズポンとさしてみたり、やっぱ一軍行った時にとか、あ、それはね、監督、一軍の監督のやっぱ意向に沿うべきだと僕は思ってたんですよ、うん、だから本来は僕送りバントとかもそんなにいらないと思ってたんですけど、うん、ファームはな、はい、だけどやっぱ一軍の監督が送りバントしたりエンドランしたりスクイズしたりするなら、うん、やっぱり二軍でそれをしとかないと、うん、一軍に上がった時にやっぱり選手たち困ると思うんで、うん、だから一軍の監督の意向に合わせて僕は二軍の采配はしてました。やってたよな、はい、でしかもその若手がどうやってももう4タコ食らって、はいはい、もうどうやっても打てねえやつが打席立って、はい、スクイーズすればファームとはいえ勝てんのになってのに打たしてたりな、はいはい、そうですね、当たり前に三振で買いんだけど、はい、怒ってる様子も、ね、あ、これはちゃんとやってるわって、まあそうですね、そこはちょっとピッチャー起用もな、よく考えてやってた、ファームの試合も、それはまあピッチャー起用はでもほとんどね投手コーチに任せてたんですけど、そうけ、はい、あ、まあ、バンって決めてくしな、ファームは。そうですね、はい、でもそうですね、でもまあいろんなことができるような選手にはしたかったんで、うん、そういう思いは強かったです、ね、あれ一軍行った時自分で出したっけか。僕自分で出してましたね、ファームでやっとさ、正直ね、はい、自分の方が良くない、自分の方がね、例えばサインを牽制でパッて変えたりとか、うん、とっさにひらめいた時に出せないんですよ。やっぱヘッドコーチ一言言ってやるんで、言った後にいやちょっと待ってよっていう時止めれないじゃないですか。そうなんだ。でも自分がサイン出したら自分で止めれるんですよ。そうなんだ。で出せるんで、僕はできれば自分で出した方がそのサインの変換とか、うん、とっさの時に判断しやすいと思ったんで、うん、俺もそうだった、絶対自分の方がいいと思ってました。そんでだからヘッドコーチに言っちゃって一球間が置いたとすっぺよ、はい、バントのサイン出して、はいはいはい、でも変えるのもありだけど、その様子が選手に伝わるのも嫌だったの、はいはい、何悩んでんだって思われるの、はい、俺バントって決めてんだけど、あれ違う違う違う、エンドランだって時もあったよ、はいはいはい、エンドランいけるとかって、はいはい、ありますあります、そういうのあるよな、はい、ありますだからあの最初はね、あのソフトバンクの工藤さんも自分で出してたんだけど、はいはい、ファームの監督も何もやんねえってなったから、はいはい、本当にサインが出てる時はダフんの、おい出てるぞダフるこうちゃんと出さなきゃエンドランみたいな、うん、ところがフェイクでやってる時は刺すたか刺すたか、あ、なるほどなるほど、緩いんですよちょっとだからそれを一軍でファームでやってたのは、だから交流戦でやった時もさっぱりはやっぱ分かんないな、で僕でそれで一個もう一個大事だと思ったのが、僕監督で、まあ、ヘッドコーチが、ね、あの三木監督だったんですけど、うん、今楽天でね、うん、あの二軍監督やってる、自分で勝手に出してるとヘッドコーチとかも監督何やってるか分かんないじゃないですか、うん、でまあ自分でもちろん出せるんですけど、僕出した後に必ずヘッドコーチに、うん、なんか出したからなとか、と今盗塁出したとか、うんうん、全部言ってあげるようにしてるんです、うんうん、エンドランだじゃないと、なんかその後の反省とか、うん、ヘッドコーチが全くつかめずに監督が勝手にやってるだけになるんで、うんうんうん、そこはちょっと気をつけようかなと思って、そうだろうな、必ずあの終わった後に言ってあげる。橋上さんもやっぱりアイデア球って言われるものをやった人だろ、はい、だから橋上さんにも一回公式戦中にヘッドが一回試合作ってくださいってやったことある、はいはい、監督やるかも分かんないんだし、はいはい、俺のサインが正解かも、大久保さんの時ヘッドは橋上さんでした、橋上さん、あ、そうですか、はい、だからヘッドが俺に言ってくださいと、で監督バントでいいですか、あ、バント出しておきますみたいな、はい、そうするとヘッドがこの後にも役立つし、俺も勉強になるんだと思った試合がね、はいはい、5回までやったことある、あ、はい、そうです、まあそこはちょっといろいろですね、うん、僕は全部自分、そこはあのもちろん相談はしましたけど、うん、任せることはまあありましたね、盗塁系は任せましたね、うん、はい、あのさ、で選手っていうあのファームってみんなプロ野球来る選手はそれは何者にだろう、うん、いやこんなにファームってできねえだなっていうのは感じたな、その、我慢がいいなって、いや分かります、想定してないミスが出ますよね、びっくりするのが大きいんだろ、はい、そこでそれがあるかっていう、例えばランナー一塁いないのにサードゴロ飛んでセカンドゲッツーセカンド放っていくとか
それはねえだろっていうようなこととか起きんだよな、はい、起きるんですよ。あの楽天のファームの球場あるんじゃない、はい、リフでジャイアンツ戦だったの、はい、でレフト守ってる子が、うん、左中間に打球あレフト線に球飛んでったのに、うん、レフトが左中間に走ってったの、はいはい、いやボールと逆に、はいはい、レフト線なのにホームランになりかけたの、はあ、そいつらがチェンジになって帰ってた時俺こっちのリフト楽天のベンチからお何があったのって聞いたら鳥が打球に見えちゃったんだってそれはもう野球の問題じゃないですねでもすごくないいやすごいファームってでもたまにありますよねあの外野こう守ってると球広いやってなあのこうやって守ってると鳥が取るとあれあるんですよねあれあるあるじゃないですか高校野球とかで、ね、もうバンバンバッティング練習いろいろとかやってるんですがこうやっていって鳥がああ取り替えじゃんありますよ、ね、それはあるよありますよ、ね、だけど試合で鳥を追っかけるんですよ、ね、鳥をボールだと思って追っかけちゃうのファームだよあ鳥をあのボールだと思って追っかけることは一軍にはないですないですねそうですねまあ一軍は大胆だから鳥あんま見えませんしねまあ確かになんか足の速い選手ってボンミス多い選手多いですよねあれ何なんですかねやっぱり走るしか考えてないのかな多分いいとこ見せようっていうところでやっぱりアピールするとこが足ってなんかそういう方向に行くのかなと思って、うん、どうしてもこう先乗り狙うことによってミスが起きるじゃないですか起きるなだからその足の速い守備固めとかダイソー降りてる選手って基本的にミスの多い選手多いですよねそれも大きなやつな、はい、僕も結構ダイソーとか出てて結構ミス多かったですそうか、はい、最初の頃は何も考えないでなんかいいとこしなってんだだって見てください8回まで試合出ずに8回にランナー出すだけ行くんですよそりゃ家族来てたらいいとこ見せたいじゃないですか気持ちなんかかかり気味なんのは人間の差がですよしょうがないですいいとこ見せたいですもん、okay はい、あれだってまだ日大から入ったんだっけ日大から進むだろ僕そうです日大からでレギュラー取ったの何年目なのレギュラーで本当に200打席以上経ったのが5年目ぐらいですああそんなかかったはいあと4年ぐらいは行ったり来たりだったんであそうか、はい、そうですだって俺が巨人行った時はもう真中はずっとレギュラー出てたもんなそうですね97、8年ぐらいからレギュラ ー、まあ、レギュラーっつっても左の時は結構飯田さんとかに変えられてたんで あの本当に100数全試合出るとかいう感じではないですよ120試合とかぐらいですねプロでやれると思ってたか最初最初は1年目は僕入った時はやれると思って入ってきたんですけどやっぱり1年目のキャンプ見てて、うんやっぱりみんなレベル高いなって思った感じました。ただなんとかなるなって思いが、うん、あるよな最後にありました。一軍でやるやつって絶対思ってるよな。はい、なんとかドラフトで新しいの入ってきてもやばいかな変いいの来ちゃったのかなあこんなもんかみたいな、はい。でもそれがやっぱ4年続いてなんとかなるのが4年続いてくるとそろそろ首も解雇するじゃん。大学出たしな。あなんとかなるけどなんとかなんねえなみたいな感じになって。でなんとかならないところなんかしなくちゃまずいなってやっぱ感じするじゃないですか、うん、そこからちょっと4年目ぐらいからかな、うん、ちょっと気持ちが少し変わって、うん、やっぱちょっと悔い残さないようにやろうかなって、うん、ちょっと変わりましただからそれまではもうなんか練習とかあったらなるべく楽な方がいいなとか、うんもうシーズンオフなんかはほとんどトレーニングなんか軽くして、うん、キャンプ行ったりとかしてたんでだからやっぱり4年目ぐらいですね、うん、だから今高校1年目の選手とかよくほらキャンプ前にしっかり体作ってこいとか言って、うん、結構ちゃんとやってきてる感じするじゃないですか、うん、だから昔の選手とかに比べると今の選手は真面目ですよねよく練習してるすごいですよねすごいシーズンオフとかもねしかも勉強してああですよ、ね、俺ら12月は遊ぶ1ヶ月そうですよねそうですね、1月1日からいかに楽して2月1日のキャンプに入れるかっていうところだったじゃないですかそう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 しかもさ今解説しちゃってコロナでも行けないけど、うん、やめたとは行けたろ去年まで、はいはいはい、やっぱヤクルトってさはっきり言って緩いんだよな雰囲気があ雰囲気がですかあ家族の球団でみんなで頑張ろうみたいなピリピリかでも僕思うんですけどデーブさん否定したんじゃないですよよくさキャンプに1回か2回しか来ない、解説陣の人が、うん、ヤクルトのキャンプは緩いねって言うんですけど、うん、いやいや今日半ドンですからとかいろいろあるわけですよで1週間とか10日間ずっといてくれたら緩さは分かるんですけ どだって練習時間だって僕監督の時実践とか言って やってたんですけど、うん、ヤクルトは実践だから緩いって言うんですよでもね、うん、実践って選手たちにメニューを決めさせたりいろいろ首脳陣が考えたりするんで、うん、僕は直接ガーガー言わないっていうことが実践なんですよね、うんうん、だからそうそうそう例えば3時ぐらい練習終わってみんなバッティングやって帰るの6時とかですから、うん、普通に な、うん、なのになんか僕の実践発信でなんかヤクルトのキャンプ緩いなってイメージになってしかももうなんか名前はもちろん出さないですけど結構年配の方とかあれこの人キャンプ来たかなっていう人がヤクルトの練習は緩いねとか言い出していやあなた来てないからキャンプみたいな
結構多いですから、いい加減で解説者。なるほどな、はい、それあるよな。ありますよ、もうイメージだけですもん。あれ、俺も去年阪神行かなかったんだよ、はい、阪神行かなかったとビリにしたの、はい、それは電話取材な。しかも内部からの内部からの言っちゃダメじゃないですか。だからその時はこれダメだなと思って。だからそういう時は心苦しいのあるよね、はい、僕だからソフトバンクとかはこうキャンプで声が出てる、声が出てるな、声が出てて盛り上がってすごいってのはものすごく分かるんですよ、うん、でも僕プロの集団なんで、うん、声が出てなくても緊張感を持ってプレーしてる人もいるじゃないですか、うん、そりゃそうだな。だからなんか今勝っててすごいいい雰囲気なんでソフトバンクが、うん、もちろんキャンプ、僕ソフトバンクのキャンプは素晴らしいと思うんですけども、うんうん、なんかそこだけを評価されると、うん、弱いチームとかオリックスとか勝ってないと、うん、あそこのキャンプはもうどうしようもないとか、ね、言われる、言われる、言われる。これは勝てば何にも言われないんですよね。いい練習なんだよな、なんですよ。だからそこがちょっとね、うん、難しい。でプロだから別に声出してキャッチボールしたって一緒じゃないですか、うん、そりゃそうだな。ですよね。原監督がやっぱ監督今回まだ2回3回目か、はいはい、なった時に俺にもね、デーブさってお前さんね、キャンプじゃないよ、はい、そのシーズン中もね、うん、シートノックとか俺やめようと思うんだよ、デーブはお前さんどう思うって言うから、いや全然いいと思いますよ、ただ、はい、その勇気がないだけじゃん。そう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 、監督って、はいはい、ないよな、はい、そのシートノックとかバッティング練習やんないで負けた時に流れですね、監督が、はい、僕でもあれですよ、移動ゲームとかはもう、シートノックなしとか、うん、ナイターデーゲームの時はもう練習時間もう30分ぐらいするとか、うん、結構そういう感じはしてました。もう夏なんかもう1時間バッティング練習しないとか、うん、なんかこうところどころで短縮してやってたよな、はい、それはやってましたけど、でも避難が怖くてできないことって一般もんな、だから原監督はそういった意味ではもう自分の思いをそのまま実直にできるじゃないですか、うん、あれはすごいですよね、なあ、はい、やっぱ勇気というかもう経験じゃない、あれやっぱ3回ねこう出たり入ったりされてるから、うん、やっぱりこういろんな 裏側からも見てるし、うん、やりやすいですよ。そうだろう、でも就任1年目の監督がいきなり、よし俺もう第1クールキャンプメニュー何もしないからお前ら好きにやるとは言えないじゃないですか。とりあえず決めるよ。そうです、そうです。だからそれはちょっとね、まあどの世界でもそうだと思うんですけど、うん、やむを得ないですよね。やむを得ないな、さすがにできないと思います。休み決めるのもさ、はい、とりあえずそのコーチだから持ってくんじゃん、はいはい、この日にしようと思ってるっつって、はい、でも日曜日だからやんなきゃいけないっていうのも本当は嫌いだったのよ、うん、あ、まあね、お客さん一応来るからね。そうそう、誤禁になっちゃうとか、キャンプって日曜日なるべく休まないようにしますからね。そう、はいはい、あれが苦手だったけどやっぱりやったもんな。いやでもそうなりますよね。あれはちょっとこうファンサービスとか営業も含めてとかね、なんかそういう感じに、ね、うん、なるもんな、なりますよね、興行だもん。だ、はい、簡単に言えば、まあメジャーのキャンプも俺見に行ったり、はいはい、俺もアメリカ1年目行ってるから、はい、1年間行ってた時にキャンプってそのあんまりアメリカは必要としてないんで、メジャーなんか特に、うん、もう試合に入るために組織練習をちょっとやりましょうぐらいじゃない、はいはい、でも日本はよ、育てなきゃいけない子も上に呼ぶじゃない。そうですね、まあ、あれはあれでまた日本なりのね、いい部分があるのかなと思うんですけども、まあ、日本はもうシーズンの準備というよりもトレーニングですもんね。そうなんだよ、トレーニング込みなんで。そうなんだよ、だから若い選手は結構しんどいですよね。しんどいよな。僕は若い頃は僕の方しんどかったじゃないですか。しんどかった。で中堅とかやっぱ30超えたぐらいに若い選手って第2クールとか2月の15日ぐらいにもアピールしなきゃいけないじゃないですか。そりゃそうだな。で僕らは中堅になれば3月ぐらいからこう試合で結果出せばいいじゃないですか、うん、そうすると僕は2月ぐらいにヘトヘトになってやってるのを見てると、よし今年も大丈夫だと思うんです。疲れちゃう、はい、3月の開幕スタメンとかで合わせるために絶対大丈夫だろうって、フラフラになってからないじゃん、はい、でまだほらなんか やたらやらせたがりのコーチとかがバンバンやってて、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、とか言ってると、ああそろそろ怪我するからいいかなとか。俺まだ今年も安泰だなみたいな。でもあるある、あれその代わり自分のことはもちろんしっかりしますよ。そりゃそうだ、はい、だからそこはねすごい感じました。あ、はい、あもうやっといてくれと思って。野村監督っていうのはどういう監督だったの？よくみんなアイディアアイディって言うけど、実際聞いたことないんだよな、その池さんにも聞いたことないし、はい、